はい、こんにちは。2017年1月29日でございます。ユーフェス、ツアー2016ですね。これが、リハーサルかで、これが1日目で、今日2日目になります。で、なんだ、ごめんなさい、頭はねちょっと回ってないですよ。今朝9時なので、すぐこの後着替えて会場に向かうところですけど、ちょっとねここのとこ生放送が多くて、動画がね、動画を見たいよと、動画の方がやっぱ見やすいね、あれなんで、なんだろう、また本当回ってなくて申し訳ない、動画楽しみにしてくださってる方ね、本当動画の本数が少なくて申し訳ございません。今 iPhone からねホテルでパッと撮ってるんですけど、まあこういうショートムービーは撮れるんで、バンバン撮っていければいいなと思ってます。で今日はね、肝心のね手話 MV88 っていう、こう iPhone にくっつけるね、あれは忘れてきてるわけでiPhone のね内蔵で撮ってんのね。で生放送にピンマイクがあるんだけど、セブンなんでジャックがないとジャック一応ライトニングでジャックあるんだけど、あれ使うとなんか運が悪いとラグったりするんで、なるべく下げといてるんですけど、いやなんとかねやっております、なんとかやっております。足の方はねまあ大丈夫なんで、やっていや、なんとかやれておりますが、足が痛いとさ、こういう感じでなんか変な歩き方になっちゃって、全身がね結構きてますね、きてますね。でね、私がねいつもイベントとか取材とかで行く時のこの一長羅の服なんですけど、これこういう風な脇になってるのね、これなので脇そんだけと思って、ホテルのね備え付けの持ってたんだよ、持って脇毛剃った持ってんのに、ホテルの備え付けのこれをね、なんかよくわかんないけどふっと使って使っちゃったんですよ。でゴリゴリやったら、なんかかまぼこみたいなのがこことここに爆誕しまして、超痛い。なんかこれ多分脇用じゃないからやっちゃいけなかったのかもしれない、超痛くて、足も痛い、脇も痛い、体も痛い、疲れてるっていうね、三拍子揃っちゃう感じですね。バチッスバチッス、これと一緒に行きました。で一応今日帰るのまたしんどいって、もう一泊するんですけど、といっても私足やっちゃったから、どうせタクシーで帰る予定だった、帰ることになっちゃったから、ちょっとあれしてなかったなとタクシーで帰るんだったら泊まる必要ないよなと思うんだけど、もう取っちゃってあるから、まあ泊まろうと思ってますけどね。まあ昨日来てくださった方本当にありがとうございました。めぐみさんに会いに来ましたとか、はぁめぐみさんとか言ってくれるともう本当に嬉しくて、その瞬間を頭に脳裏に焼き付けました。やっぱ普段まあ、生放送だとこうインタラクティブに皆さんとトークができたりするんで、まあ、動画だとなかなかそれはできないけど、トークはしてるわけですけど、やっぱ面と向かって大好きですとか言ってもらえる機会って私ないんで、まあ、めいっ子はねちっちゃいからさ、姉ちゃん大好きって言ってくれますけど、まあそれも血縁というか血がつながってますが、普通のね、人に大好きですなんて言ってもらえることが私はないんで、人生のうちでそんなことはないんで、すごく嬉しくて、なんかそのためにユーフェス来てんのかなっていう感じは受けますね。ごめんね、今回マイクなくて、しかもちょっと体痛くてボソボソ喋ってる感じに聞こえちゃったら申し訳ないんだけど、でユーフェス最近やっぱり若い子たちがいるんで、もう私は前そこまで前に行かなくていいかなっていう
感じするんですよ。ちょっと下がってって自分のやりたいことをやっていくとっていう感じで思ってるんだけど、やっぱりあの瞬間っていうのはありがたいですね。本当に脳に焼き付けておけばまたずっとやっていける。多分ね、死ぬ時に私がね、あの時私のことを大好きって言ってくれた人いるんだよなってなんか思い出しそうな、ちょっとだから人生の中でもすごく大きなイベントというか、人に大好きですって言ってもらえるなんてことがないんで、もう一昨日はちょっと足の痛みが出ちゃってて寝らんなかったんですし、ほとんど一睡、まあ5分10分寝て起きて寝て起きてって感じだったんだけど、昨日はもうあまりの疲労でずっと寝てたんですよね。ずっと寝てたんだけど、ちょっと目覚めるたびにいろいろ考えてて、大好きかと思ってね、このまたなんか私もね結構いじめられるタイプだし、あまりね、自分でも思うんですよ。そんな性格も良くないし、嫌なやつだし、大好きかと思っております。まあだから、生放送はね、引き続きやっていきますし、動画を見たいっていう方もね、いらっしゃいましたね。こういう5分10分ぐらいのショートムービーを撮りつつ、まあこの、感じでやっていこうかなって、もうこ自分の中でやっぱり3ヶ月6ヶ月スパンぐらいで目標を立ててるんですよ。動画のこういうスタンスでやっていこうっていう。で、まあ、商品紹介とかちょっと減らしたりしてたりするんで、この私のトークを楽しみにしてもらえたら嬉しいなと思ってて、で昨日やっぱりその大好きですって、もうハイタッチ会っつってパンパンって言って一言大好きです大好きですとか、ペイさんに会いに来ましたとかっていう感じでしかないんだけど、一言その後にねメールとか送ってくださったりしてさ、喋りが好きだとかって言ってもらえるようになって感無量です。ありがとうございます。まあもちろん来れなかった方もね、普段支えてくださってるんで、見てくださってる人全員感謝なわけですけど、まあ一人一人がそうやっていて、一人一人がめぐみさんのこと大好きなんですよって言ってくれると、その奥には大量のリスナーがいるわけじゃないですか。本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。で、まあ最初に言いましたけど、生放送多くなりつつあって、こういうショートムービーも減ってきてるんで、ちょっとそこは軌道修正してショートムービー的なのももっと撮っていこうと思います。今回はね MV88 本当忘れちゃって、また iPhone の内蔵で音声が聞き取りづらいボソボソ系になっちゃってたら本当申し訳ないです。もう疲労困憊ってやつですね。全身湿布ですよ。全身湿布状態で、足もね、これね、なんかなんだろうね、血行が良くなったり、ちょっと足下、血液が下に流れるとズキズキするの。でもちょっとかっこよくなっちゃって、なんかほらちょガンダムの何ガンキャノンみたいじゃない、ここに放題ガンキャノンみたいなやつ。私ガンキャノンかなと、あ私ガンキャノンだ、あれガンキャノン、ガンタンクだ、ガンタンクか、私ガンタンクだなと思いました。これからは YouTube 界の母ならぬガンタンクかな。でも昨日思ったのは、宮優くんっていうちょっと若いゲーム実況者がいらっしゃって、で髪の毛セットしてもらうんですよ、スタイリストさんに。その時にスタイリストさんが来るまで 5分ぐらいあって、宮優くんに話しかけて、あ綺麗だと。で宮優くんとパッとちょっと動画撮ったんですよ。ショートムービー撮った時に、もうそのショートムービー撮って絵面が完全に子供と授業参観に来たお母さんみたいな絵にしか見えなくて、まあそうだよなと。年齢で考えても向こうの年齢公表してるか分かんない、まあ公表してないと思う程度で話さないと危ないんで、公表してないとして言いませんけど、そんな感じですよ、本当にそんな感じですよ。
これはやっぱね、カズさんとかヒカキンとかやっぱ体こう、まあ若いっていうのもあるけど、まあカズさんはそこまでじゃないけど、こうバッチリしてて、なんだろう、自分ダメだなとかちょっとね、やっぱ思うし、みんなすごいなって思う時も多々あるわけですけど、本当に昨日のラスト何人かたくさん人来てる中で、やっぱりね、数人ですけどね、もちろんね、10人とか20人とか、一緒かな、まあそのぐらいしか、しかっていう言い方申し訳ないですけど、まあね、そのぐらいの方でも、めぐみさん見に来ましたとか言ってくれて、嬉しかったです、本当に。ありがとうございました。じゃあ、こういうね、日常のショートムービーはね、やっていくってもずっと言ってるし、続けていきますんで、ちょっと本当に生放送続いちゃってて申し訳ございませんでした。動画もこのように撮っていきますので、よろしくお願いします。10分超えちゃったんでね、そうそう切ります。本当にみんな私を見てくれて感謝してます。心よりお礼申し上げます。バイバイ。